皆さんこんにちは。さあこんにちは。冬の寒さも本格的になり、ここ阿蘇地方も一段と寒くなってきました。今回も佐藤義之阿蘇市長に阿蘇市のさまざまな話題を伺います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。さて阿蘇市では、10月から1ヶ月間にわたって恒例の市政報告会が行われました。市長自ら出向いて市政に関するさまざまな取り組み状況を報告されたそうですが、今年はいかがでしたか。合併以来ずっとやっておりまして、もう12回目を数えることになりましたけれども、より透明性を持って、そして住民の皆さん方に直接阿蘇市の財政はもちろんですけれども、いろんな取り組みを報告する、そのことが行政のやっぱり使命の一つでもあるということを考えておりました。おかげさまで会を重ねるごとにいろんなご意見等も出てまいりましたけれども、とにかくゴールデンタイムの夜7時からということで、多くの皆さん方にお見をいただきましたけれども、本当によく時間を作っていただいてご参加していただいたことをすごく感謝をいたしております。今回はですね、報告会の中でまず市長が市政全般について、その後教育関係を阿南教育長から、また会員から3年が経過した阿蘇医療センターの取り組みについては、井野事務部長から最初のおよそ1時間程度ですね、分かりやすく説明があったそうですけれども、その後は意見交換会の時間もあったということで、会場の市民の方たちからはどのような質問や提言がありましたか。やっぱり一番の質問というよりも、まず私の方から、5年前の九州北部豪雨災害、それと火山の噴火もありましたし、地震もありました。その中で果たして阿蘇市の財政がどのようになっているのか、本当に大丈夫なのかという意見もありましたし、多くの方々がそれを思っておられることだと思いましたので、まずその状況について説明をさせていただきました。特に災害があり、水害、地震を問わず、いろんな補助金のかさ上げを何とかしてお願いをしたい、そうしなければ阿蘇市の純粋な財政事情はすごく厳しい状態でありますから、そのことをお願いをした結果、相当のかさ上げをしていただきましたので、財政についてはおかげさまで合併以来14億円という財政調整基金、これを取り崩すことなく、事業が今やってできておるということは非常に良かったなということで、まず報告をさせていただいたり、その後はこの地震災害におけるいろんな道路とか農地とか、あるいは代替道路である北側のトンネル、57号線の問題とか、JR の問題とか、そんなことを報告をさせていただきました。その上でご質問が、たくさんありましたけれども、やっぱり1年半経っておりますし、生活再建に向けて、あるいはインフラの整備がどうなっているのか、そこが一番気になるところでありましたけれども、生活再建についてもいろんな制度が出てきましたので、その制度を改めてこういう事業がありますということを報告をさせていただくと同時に、農地とか、あるいは道路とか原野とか、いろんなことの進捗状況を説明をさせていただいたということの中で、また質問もありましたので、それに的確にお答えをさせていただいたということで、少しは気持ちが安心された部分はあったんではないかということを感じておりました。市政報告会には昨年よりも100人ほど参加者が多かったということで、やはり市民の、皆さんの関心がこの数からも見て取れます。で、市長がおっしゃったように、その近い距離で市民の皆さんとタイムリーにこう会話をね、大事ですよね。それはもうただ一方通行ではなくて、質問をされる場合は本当に生の声を聞けるし、
また表情も変わってきますから、はい、それが実感として、うんうん、自分たちが受け止められるという、うんうん、それを感じ取ると、うん、そこからまた新しい取り組みと政策というものが生まれてくると思ってますので、うんうん、すごく大事な時間をいただいたなと思ってます、はい、ますますこれをきっかけに阿蘇市が発展していき、はい、また有意義な、ね、時間となったと思います、ね、さて話題を変えます。10月ですね、阿蘇の景観が国の重要文化的景観に選定されたそうで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、これまでの取り組みが評価された結果だと思うんですが、はい、これについてはそうですね、やっぱり世界文化遺産という指定を最終的には、うん、求めながら活動を続けております、うん、はい、その道半ばの大きな重要文化的景観が、うん、10月に認定をされたと、はい、いうことはすごく大きいと思いますし、うん、また広域的にこの取り組みが認められたと、うんうん、各地域においてもそういう景観の重要性ということが認定をされておるから、うん、すごく良かったなと思うところと、阿蘇市においては、うん、ちょうど大観峰ですか、はい、あそこを中心としながら、うん、草原のこの景色というんですか、うん、それを外輪山を中心にして認めていただいたということは、うん、すごく良かったなとは思っております、うん、まだまだそういう魅力のあるところがありますけれども、まあ、残念かな地震によって壊れたところも出てきましたし、うん、早くその辺が追加をまたしていただけるように積極的な活動をしていく、うん、そして我々が今復興を望みつつある中に大きな元気と、うん、そして希望と、うん、そして未来を与えていただいた大きな礎の一つではないかなと思ってますけれども、うんうん、市長がおっしゃったように阿蘇郡市の、ね、はい、一体的な取り組みが評価されて、これまでには51ものその選定地があるそうなんですが、うん、そうですね、今回の7市町村に及ぶ規模での選定は日本初の例となったということ、はい、これはやっぱり同じ阿蘇は一つだという、うん、気持ちを一緒にしながら持っていった、うんうん、その素晴らしい結果であると思いますから、うん、もっと大事にしながら力を合わせて住民の皆さんとそれから先人たちが築いてきた、うん、この大切な景観というものを守っていかなきゃいかんと思ってます、うん、はい、本当に世界文化遺産登録に向けての大きな一歩になりました、はい、どうぞ市民の皆様の、ご支援もよろしくお願いいたします、はい、また応援をよろしくお願いします、はい、さて最後の話題ですが、阿蘇市では、はい、11月から新たにふるさと応援寄付金事業、はい、こちらに取り組み始めた、はい、そうですね、そうですね、はい、この事業は、うん、そもそも阿蘇環境共生基金ということで、はい、ふるさと納税を活用しながら、うん、先人たちが築いてきたこの素晴らしい火山からの恵みというものを、うん、自分たちではなだけではなくて内外ともに同じ心を持ちながら、うん、取り組んでいきましょう、保全していきましょう、守っていきましょう、うん、で活用していきましょうということの中で、うん、環境共生基金というものを軸にして今までやってきました、はい、その中での具体的取り組みとしては、うん、未来を背負う子どもたちのやっぱ環境学習とか、はい、あるいは野生の植物の、うん、大切なものを残していこうという取り組みとか、うん、そんなことをやってきましたし、またそればっかりではなくて、今度は阿蘇が農業と、うん、それから観光のこのコラボの中で、うん、いろんな魅力のあるところがあります。そういうものを総合して発信をしていこうと、うん、その中で全国の皆さん方に注目をしていただこうという、うん、まさにふるさと応援ということをお願いしようということで、うん、その寄付金事業というものを11月の1日から、はい、立ち上げたところです、うん、非常にこの事業楽しみなんですが、阿蘇の恵まれた素晴らしい環境の中で育まれた阿蘇の産物、ね、いっぱいありますけれども、それがお礼の品としてそうですね、そういうこともしっかりと、うん、考えながら、うん、すごくいい産物とありますし、うん、美味しいものがたくさんありますから、はい、うん、
ここはぜひとも、うん、関心を持ってご期待していただければと思ってますけれども、うん、はい、ふるさと応援寄付金事業については、ご覧の通りとなっております。詳しくは阿蘇市のホームページにも、載っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ではここで恒例のクイズをお願いいたします。はい、この回のクイズは、はい、先ほどのインタビューの中にも出てまいりましたけれども、うん、はい、阿蘇市が新しく、うん、取り組んだふるさとを応援する事業ですか。はい、それが何月からスタートしたんでしょう。うん、はい、クイズはですね、今回のクイズにしたいと思います。はい、阿蘇市ふるさと応援寄付金事業は何月何日にスタートしたでしょうか。うん、これが問題になります。そうですね、はい、同じ数字が並んでますから、はい、市長が1回おっしゃってますので、はい、ぜひ巻き戻して確認してみてください。はい、この阿蘇市ふるさと応援寄付金事業のお礼の品についてはオンラインショップアソモの商品もたくさんございます。またアソモでは現在冬の贈り物お歳暮商品も販売中で、今回のクイズのプレゼントはそれらに関連するものとなっております。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。お願いします。ようこそ市長室。今回は10月に行われた市政報告会、そして阿蘇の景観が国の重要文化的景観に選定されたこと、そして最後に阿蘇市ふるさと応援寄付金事業についてお伝えしました。なお今回が今年最後の放送となります。はいはい、皆様少し早いご挨拶ですが、来年もどうぞ。そうですね、来年もよろしくお願いいたします。市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選でアソモのギフト商品からご飯とお酒が進むアソのおかずセットを1名様にプレゼントします。今金食堂の赤牛味噌、阿蘇ハイランド開発の手作り高菜ラー油、阿蘇物語の生姜の佃煮、江藤加工食品の柚子大根、ひばり工房のスモークソーセージがセットになった商品で、毎日の食事にぴったりです。こちらはふるさと納税のお礼の品、また来年1月31日まで販売しているアソモの冬の贈り物の商品となっています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは12月27日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。阿蘇市で最も多く収穫されるブランド米の名前は、の答えは阿蘇コシヒカリでした。たくさんのご応募お待ちしています。